です。イエイイエイ。今日も映画のお話していきます。今日の映画はプーと大人になった僕という映画、なんですけれども、まあ、プーさんの映画ですね。実写化ということで、ずっと前に、見に行きました、上映中に。で、今回、12月19日に、DVD ブルーレイ発売ということで、今回前回見た時の感想を、お話しできたらなと思って、こんな感じでお話ししております。はい。で、これなんですけれども、まあ、主役の男の方、クリストファー・ロビンは、大人になり愛する妻と娘とロンドンで暮らしているんですけれども、忙しい毎日を送っています。で、お仕事とかですね。で、ある日仕事のことで頭を悩ませていた、クリストファー・ロビンの前に現れたのはかつての大親友のプーでした。で、大人になったクリストファー・ロビンとプーさんの引き継ぎの再会と、そこから始まる新たな感動の物語というのが、まあ、あらすじとなってます。はい。で、見た感想なんですけれども、まず最初の方で結構感動する場所、場面があって、まあ簡単に言っちゃうと、プーさんと、子供の時の、クリストファー・ロビンの、ところから始まるんですけれども、まあ別れなきゃいけないという別れ会みたいなところのシーンがあって、そこで、結構見に行った方は、泣いちゃってたり感動、する場所だったんじゃなかろうかと思います。はい。僕もちょっとグッと湧きましたね。で、そこからすぐ大人になって、まあサラリーマンやってるんですけれども、まあ忙しい毎日を送っていて、家族にはちょっと、なかなか愛情表現というか、そういうのができてない状況のクリストファー・ロビンといて、もう仕事一筋、まあ家族のために頑張ってるっていうのはあるんだけれども、まあ家族とは向き合えずに仕事ばかりの日々を送ってる時に、まあプーさんがクリストファー・ロビンにたまたま会いに行ってしまうという感じですね。で、まあプーさんは昔から変わらないんだけれども、まあなんていうのかな、大切なことに気づかせてくれたという、まあプーさんが赤い風船をもらって喜ぶところあるんですけれども、まあ風船が大好きで、なんていうのかな、風船より仕事に追われてる方が非常に多いと思います、家族いる方とかもね。でも、なんだろう、大切なものはもっと近くにあるんじゃないのって、仕事ももちろん大切だけれども、向き合える時には家族と向き合った方がいいんじゃないのっていうのをちょっと考えさせられるような、まあ、素敵な映画になってたと思います。映像もとても綺麗ですし、他の出てくるキャラクターとかも可愛かったり、個性があって面白かったです。はい。なんか結構見た方はね、なんかあと今言ったようなことを気づかされるっていう、レビューというかコメントが多かったと思います。はい。
されるので、そちらの方で買ってみてはいかがでしょうかという感じですね。はい、僕は、ま、もう一回見てみようかなと思います。はい、うん、こんな感じです。今回は、はい、最後まで見てくれてありがとうございます。また映画のお話、していければと思いますので、あればよろしくお願いいたします。登録もよろしくお願いいたします。はい、以上、たかしゃんでした。バイバーイ。